ポーリン・オリベロスはアメリカ合衆国のアコーディオン奏者、作曲家。晩年はニューヨーク州キングストンに住んでいた。オリベロスのアコーディオンは純正率で調律されていて、それを瞑想的即興音楽に使用している。オリベロスの音楽は瞑想の最中に聴くことを意図するという意味では、瞑想的ではない。むしろそれぞれの作品はオリベロスが、 ソニックメディテーションと適切に銘打ったような形態の瞑想であるガウデアムス音楽大賞をサウンドパターンというボーカルカルテットのための作品で受賞その作品がカルコシカの著書に参照されたことが事実上のヨーロッパデビューである第二次世界大戦後の電子音楽の中心人物であるオリベロスは1960年代に アメリカ西海岸の電子音楽供給源であったサンフランシスコテープミュージックセンターのオリジナルメンバーの一人だったセンターは後にミルズカレッジに移りオリベロスはその初代ディレクターとなった現在ではセンターフォーコンテンポラリーミュージックと呼ばれているオリベロスはしばしば自身が設計した電子音響信号処理システムであるエクスパンデッドインストルメントシステムを 演奏やレコーディングに用いて、即興で音楽を作っている。オリベロスは、ディープリスニングという造語を考案し、自身のグループをディープリスニングバンドと名付けたり、1985年設立のディープリスニングインスティチュート社のディープリスニングプログラムにその言葉を用いた。オリベロス、デビッド・ガンパー、スチュアート・デンプスターからなるディープリスニングバンドは、洞窟、大聖堂、 巨大な地下の貯水槽といった共鳴あるいは残響空間での演奏及びレコーディングを専門とした。また、エレン・フルマンとその楽器、ロングストリング・インストルメントをはじめ、数多くのミュージシャン、ダンサー、パフォーマーとコラボレートしてきた。ディープリスニングプログラムには、研修及び認定プログラムの他に、ヨーロッパ、メキシコ、 アップステートニューヨークでの例年のリスニングリトリートが含まれる。ハイジフォン軍伝はその著書、ザ・ミュージック・オブ・ポーリーン・オリベロスの中で、オリベロスがソニック・メディテーションの序論や論文の中で明らかにした新しい音楽理論に触れ、それを音の意識と名付けた。音の意識とは、日常耳にするものへの普段の注意と関心を必要とする環境的、 音楽的な音に意識を集中させる能力のことで、ジョン・バージャーが著書、イメージウェイズ・オブ・シーイング、視覚とメディアの中で述べた視覚的意識の概念に似たものである。本群伝は、音の意識は意識の心理学、武道の生理学、フェミニスト運動の社会学の統合であるとし、作曲の過程でオリベロスが一般的に用いるマンダラの点と円によってそれぞれ表すことができるかもしれない。 情報処理の二つの方法、すなわち焦点的注意と全体的注意を説明した。後に、この表現は拡張され、マンダラは積極的に音を作ること、音を思い描くこと、現在の音の聞くこと、過去の音を思い出すことの四つに分けられた。このモデルがソニックメディテーションの構造に使われた。理論の実践は長い演奏時間や環境設定などが求められる。 パフォーマンスのための非伝統的な時間、空間のほか強い調整中心を持つ複雑な音の集合を生み出した。この理論は、例えば簡単に声で作り出される音を奨励し、音楽は誰でも、どこでものためにあるべきだというものである。ヒューストン大学、モーレス音楽学校及びサンフランシスコ州立大学の卒業生である。 オリベロスは、レンセラーポリテクニックインスティチュートとミルズカレッジで、教鞭をとっていた。オリベロスは、自身がレズビアンであることを、カミングアウトしている。オリベロスの講義と出版された論文のいくつかは、オリベロスのホームページで読むことができる。ありがとうございます。